紹介していきましょうか。はい、はい、続いて登場するのは伊豆ターファー空保存会の皆さんです。はい、伊豆のターファー空は14世紀末に中国から現在の久米である那覇の久米村に帰化した便人36世が持ってきたものと言われています。はい、伊豆に伝わったのは明治20年代に久米村に下南方向に行っていた伊豆部落の方が習って伊豆に持ち帰り、部落の若者に教え先輩たちから継承され、現在は伊豆のみに残っています。伊豆のターファー空保存会はこの文化財を永久に保存公開し後継者育成に努める目的で昭和56年に結成し、目的達成に努めています。沖縄県としてもターファー空は中国系の芸能の変遷過程を示すものとして価値が高く保存する必要があるとし、昭和60年に民族文化財に指定しています。現在県主催のイベント、地方公共団体の祭りイベントなどに出演しており、県外や海外でも公演しているそうです。平成10年度の沖縄県文化功労者団体の部で文化功労賞を受賞していまして、平成13年には沖縄県文化協会からも表彰されています。すごいですね。すごい歴史があります。これがこの世界遺産のこのステージで見ることができると、もうぴったりじゃないということですね、うん、はい、それでは紹介しましょう。続いては伊豆ターファー空保存会の皆さんです。それではどうぞ。
Thank you.